どうも、ナオチンです。聖剣伝説やっていきます。よろしくお願いします。さあ、今日ですけども絶対に取ってほしいアビリティシードをやっていきたいと思います。ここのアビリティシードめちゃくちゃ強いんですけども、取り忘れてる人も多いのではないでしょうか。ぜひ取るようにしてくださいね。まず場所ですけども、ここホテルガイドです。そこのね、今いる場所がこの辺りですね。遺跡があるんですけども、ここに眠っております。まあ、とりあえず行きますね。まず遺跡の炎を、解放してあげないといけません。なので、戦闘が3回発生します。で、この敵がレベル51、ちょっと高めなんですよね。なのである程度レベルを上げてから来てください。難易度ベリーイージーだったらば、まあ20半ばぐらいで来れるのではないでしょうか。で、1箇所いったね。で、次2箇所目、よし。次で、3箇所目ですね。次が20台ぐらいあればね、多分全然勝てると思うんですよね。まあ、挑戦してみてください。でもって、まあ、あとでいいや。いた。ここっすね。はい、3箇所目も倒していきましょう。まあ、レベル、今97ですかね、このデータは。97だと全然余裕でいけます。はい、オープン。で、この封印の扉の先にいます。敵がいるんですよね。そいつを倒してからの入手となっております。封印の扉がこっち側ですかね。ここを入ったところにあります。で、一応ネームドの敵なので、こいつはね、ちょっと注意しないとやられる可能性はありますね。これ、グリ。このグリが持っております。で、このね、レベルなんで全然余裕なんですけども、20代で戦うとなるとちょっと厳しいかな。はい。で、この宝箱じゃなくって、これ、グリが持ってます。これを、交換しに行きましょう。ちなみに、ここの宝箱は、これですね。まあ、そんな強いやつではないと思うんですけども。はい。では、とりあえず、変換しに行きましょう。到着。これ、プレステ4だからかもしれないですけども、ローディングの時間長いっすよね。もうちょっと短くしてほしい。まあ、プレステ5ですればいいんでしょうけどね。で、これです。クリティカルダメージプラスです。多分一周に1個しか入手することはできないと思います。他でこいつ見ないんですよね。なので、必ず入手しておいてください。このゲーム、クリティカルダメージが結構重要なので、この栗ダメの 30% アップかなり強いです。ぜひ入手してください。はい、ということで今日は絶対取ってほしいアビリティシードでした。ではまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。